はい、トマキャッチです。なんかの岸田首相がね、サラリーマン増税検討と記事になっていましたね。7月3日に発表された2022年の国の決算では一般会計で71兆円余りの税収になりましたね。3年連続過去最高ということですけども、またね、増税になりそうだってことですね。まあ、それがサラリーマン増税ってことで、まあ、その一つがね、退職金増税ってことですね。まあ、現在は退職一時金から控除額を引いたものの2分の1の額に所得税と住民税を課税していますね。まあ、現状ではね、勤続年数によって控除額が広がって、勤続年数20年までは1年ごとに40万だけども、それを超えると70万まで広がるということで、まあ、このね、見直してことですね。まあ、さらにこれまで非課税だった通勤手当とか社宅の貸与とかも、まあ、増税をね、検討ということで、まあ、どこからね、絞り取れるかって感じですね。まだ他にも食費の支給とか従業員割引での販売とかも課税の対象ということで、まあ、これやっぱりね、この間の読売新聞の社説が効いてるのがわからないですね。読売新聞が1週間に3回も岸田首相にダメ出しをしてきて、まあ、その内容がね、まあ、増税しろっていう形で鍋常会長と岸田首相の主張が違ってたんで、1週間に3回もダメ出しの記事を書いてきたわけですね。もうめちゃくちゃですね。今20ドルになっているガソリンとか、いくらでもね、国民の負担を減らすことができるものがあるのに絞り取るだけってことですね。宗教票は安定していて、立憲民主党はダメダメだから、まあ、票をね、入れないだろうし、まあ、このぐらいのことをしても票を獲得できるだろうという感じなんですかね。増税を訴えたら読売新聞とかでも岸田首相を持ち上げた記事を書いてくれるんですかね。まあ、岸田首相もね、いろんな人間のポジですね。これでまた有権者も選挙なんて言ってもね、意味がないと思って、まあ、選挙に行く気が失せて、得票率も減って、ますますね、宗教票が大きくなるって感じですね。まあ、何としてもね、インターネット投票にはしないでしょうね。まあでもね、宗教政権もほとんどは年寄り票なんで、早く政権交代をしてほしいですね。皇室典範を改正して直系長子にと訴えてくれたらね、どこの政党でも票は獲得できると思いますけどね。まあ、ちなみにね、女性セブンに眞子さんと昭島家のことが書かれてましたね。宮内庁が昭島ご夫妻とね、悠仁様が引っ越しを終えて、佳子様とは別居だと正式に公表した件ですね。まあ、これはね、眞子さんだけじゃなくて佳子様も昭島ご夫妻と仲が悪いところですね。天皇皇后両陛下がね、インドネシアへ行かれて皇室の海外訪問が活発化をしてね、佳子様も8月にペルーへ行かれて、秋篠宮ご夫妻は9月にベトナムへ訪問を調整中ってことですね。まあ、ちなみにね、秋篠宮ご夫妻と佳子様が3人揃って様子を拝見したのが1月の関東東海花の博覧会ってことですね。まあ、その後もね、園遊会とかは出てますけどね。ペルーに関しては秋篠宮ご一家がね、関係を大切にされている国の一つってことで、秋篠宮ご夫妻と眞子さんと佳子様がね、2013年に揃って外交樹立140年の民族音楽演奏会に出席されていますね。そして秋篠宮ご夫妻はね、2014年にペルーを含む南米を訪問されたわけですね。さらに眞子さんも2019年にペルーとボリビアを訪問されたわけですね。ペルーのイベントには秋篠宮がね、いろいろ関わっているということで、佳子様も単独での訪問を予定しているようですね。まあ、これはね、秋篠宮ご夫妻が行けないから佳子様が行くんだろうとかですね。ペルーに行くとしたら、おそらくね、トランジェットでアメリカ経由になるから、またね、その話題が出てきてしまうわけですね。秋篠宮は常に炎上していますけども、宮内庁が佳子様の一人暮らしを正式に、ね、公表したことで余計に炎上したわけですね。昨年11月末の時点で宮内庁はご一家が22年度内に秋篠宮に引っ越されると述べたわけですね。そして、まあ、仮住まい終了後は合格書はね、収蔵庫とか職員の事務室として使用すると述べてたわけですね。まあでも結局はね、私実部を残して佳子様は引っ越されずに、まあ、当初の説明が嘘であったことが判明したわけですね。まあ、ずっと佳子様が一人暮らしは指摘をされてましたけれども、そこからね、半年が経過してようやくね、正式に認めたわけですね。まあ、悠仁様も盗作作文が発覚をしてご指摘に感謝をしましたけれども、今回の佳子様の一人暮らし騒動もご指摘に感謝って感じなんですかね。秋篠宮のね、悪いところが宮内庁にも伝染してしまったんでしょうね。しかもね、言い訳とかも秋篠宮そのもので経費削減とバレバレのね、嘘をついてきましたね。そもそも当初は入札もね、25億円で予定されていて、計画変更の末に9億円以上が加算されて34億円もかけた大豪邸とかですね。まあ、これはね、紀子様がもっと金を使えと言ったりとか、海外から代理席を投与してイタリア産にしろとか、いろいろね、無理難題で費用が膨れ上がったわけですね。しかも実はね、34億円にも収まってないようですね。紀子様の要望に応えなければいけないけども、予算には限度があるということで、宮内庁が別名義でね、追加工事を発注したみたいですね。もうめちゃくちゃですね。2022年の11月30日の変更契約書には、施工段階検討による建物の使用料見直しに伴って、各移設を取りやめるということで、そういった記述があるようですね。おそらくまあこの時期に別居が決まったんだろうとかですね。だからまあ経費削減は当然まあ嘘でね、まあ、この時期に追加工事が必要で新たな契約を結んだのだってことですね。
合格証に関しても9億8000万と言われてますけども、まあ、ここにもね、佳子さまの住居スペースを整備するために内装とかね、家具の変更とかを追加したりとか、換気設備とか2700万ほど追加費用が発生したようですね。まあ、つまり国民の平均年収の5倍ほどの税金が追加投入されたわけですね。まあ、佳子さまの一人暮らしを止められなかったということで、昭島防災とね、どれだけ冷め切った関係なのかが分かるところですね。まあ、でもね、昭島家も昔は理想の家族像だと紹介されたわけですね。ただまあ小室圭との結婚問題から修復不能な状態になったわけですね。眞子さんが結婚会見で変わらず応援してくれた人に対して感謝の言葉を述べましたけども、これはね、昭島防災に向けた言葉なんかもわからないですね。最初はね、喜んでましたけども、途中から態度を変えたってことですね。そしてまあ変わらずね、応援したのが佳子さまで、昭島防災との、ね、関係とかも悪化したんちゃうかってことですね。そしてまあそもそも紀子さまは将来の天皇である悠仁さまの教育に非常に強い責任感をお持ちで、他のことはね、二の次ってことですね。ただ秋島ご夫妻の間でも悠仁さまの子育てについて意見が分かれているようです。これまで紀子さまが悠仁さまの子育てとか教育とかを主導してきましたけども、最近はね、秋島さまが積極的に悠仁さまに関わっているところですね。しかも周囲からは紀子さまを遠ざけようとされているのではないかと見えるほどだということですね。まあ、仲が悪いから子育てでも意見が分かれているんでしょうね。今年4月に宮崎と熊本に行ったのも秋島さまがね、主導したということですね。だからまあ大学進学についても紀子さまは何としてもね、東京大学だと言っていますけども、秋島さまはね、まあそうでもないところですね。秋島さまに関しては学習院での成績が悪くて足切りの点数を下げてもらったという話もありましたけども、悠仁さまが東京大学に行けば逆にね、悪目立ちをすることもあるかもしれませんからね。そしてまあ眞子さんも当初の予定よりもうまくいってないということで、まあ、治安も悪くてね、美術に関わる仕事とかもうまくいってないわけですね。でまあ写真とかでもね、指摘されてましたけども、眞子さんは白髪が目立つようになったということで、まあ、ストレスもね、あるんかもわからないですね。まあ、ニューヨークに行ってもほとんどね、出歩きませんからね。普通に国民から祝福された結婚だったら、まあ、そのね、私生活を邪魔するような写真とかも撮られなかったんだろうけども、まあ、疑惑だらけですからね。それでまあ小室圭の部署移動で、国際貿易と国家安全保障だから、元皇族として一番ね、相性が良くない部署とかですね。まあ、ここはね、眞子さんのお願いから部署移動だと思いますけどね。明らかに眞子さんのコネで就職ができたわけだから、武将移動もコネでしょうね。ただ眞子さん家にしてみたらね、悠仁さまの将来天皇へと願ってるわけだから、小室家の武将移動は都合が悪いわけですね。まあ、それでね、小室家はアメリカ政府と連携を強化するためにワシントンに近々移動するかもってことですけども、まあ、そうなるとね、これまでニューヨーク総領事が小室家担当でしたけども、どうなるかってことですね。眞子さんは引っ越しになったらワシントンにもね、新たな担当を作るだろうけども、眞子さんはおそらくニューヨークに留まるだろうってことですね。まあ、そうなるとね、孤立をした眞子さんと佳子さまが8月にペルーへ行くタイミングで、まあ、合流するんじゃなかったですね。眞子さんもペルーへ行ったことがあるわけですね。眞子さんはある意味、まあ、プータローだからね、日程はいくらでも合わせられるわけですね。そして眞子さんは当時の大統領と1時間半ほど歓談しているようなんで、根回しで協力をしてくれるんじゃないかとですね。まあ、これはね、政府が根回しをさせるんじゃなかったですね。眞子さんはペルー訪問でもトランジェットで、まあ、仮の便でね、小室家だったと言われてますけども、まあ、今回もね、佳子さまと合流するんちゃうかとですね。まあ、ただね、再会するだけなのか、一緒にね、ペルーに行くのかということで、佳子さまはアクションコンサートとね、関係が悪化から、脱出方法の相談で、眞子さんは小室家をね、捨てることについても本音で話すかもってことですね。まあ、再会のカウントダウンは始まってるってことですけども、ある意味ね、小室家がワシントンで別居だったら、まあ、離婚のカウントダウンも始まってるかもってことですね。まあ、アクション家はね、まあ、どこでも炎上してますね。まあ、それにしてもね、やはりまあ、悪いことをした人たちは、みんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは、国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね、見れないような情報とかも扱っているので、まあ、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。まあ、そして良ければね、チャンネル登録とベルマークをクリックをして、まあ、通知の設定の方もしておいてくださいね。